ここで今週一番多かった、えー、あれですね。はい。5人旅にまつわるメール、めっさ来てます。えー、代表して、兵庫県のミサありがとうございます。サくらキャプテン、こんばんばん。スマップ5人旅、すごく楽しくて感動しました。あの時5人で撮ったプリクラはどうなってますかみんなで分けましたかすごく気になったので、 っで裏話をぜひお願いしますあれどううなったんだろう俺も気になるスタッフ持ってんのかなすますまのうんまああの5人旅行ったあとですねあのスタジオでスタッフが編集してくれた VTR を見たわけなんですけどもあの正直ね5人旅行ったのは俺らじゃないですか,だからその俺ら本人が 俺らが言ったその5人旅内容全部わかってるわけだし果たして見て面白いのかなって思ったんですけどあのね普通に面白かったですあとまああのワッツでもちらっと話しましたけどもまあ5人旅と言ってもねああやって撮影というカテゴリーがずっとあるじゃないですかだからね珍しくね5人が喋る喋るあれがまた非常に ええ、若干微妙で面白かったなっていう感じはあったんですけどまあやっぱ改めてね見返してみてうんあのカラオケのバラという部屋で中居がまさかガン泣きするとは思ってなかったのでうんなんかね気づいたらなんか慎吾はなんとなくあああみたいな感じで気づいてたらしいんですけど。 俺全然気づいてなくて気づいたらなんかおしぼりを目に当てて泣いていたみたいな感じでどうしたのと思ってどうしたのの後にかかってる曲を意識したらあなるほどベストフレンドかかり中じゃんっていうそういう感じでしたねうんまあお酒を一滴も飲んでないあのツヨのねテンションが一番僕はあの やっっぱいいつ来ててんなーっていう,ふうに思いましたけど、ねうんまあ改めて、えー、今回の5人旅というねスマスマの無茶ぶり企画を通して、えー、あのー、まあ結成25年目にしてスマップの魅力というか、えー、なんか再確認できたんですかってよくあのテレビのインタビューのお姉さんに聞いてもらえるんですけど。 そうっすね。いろんな時間を共に過ごしてきたということもあり、まあね、ああいう風に歌を歌ってみて、いろんなことを振り返ることができたりとか、うん、しましたね。まあでも、あんなぶ無茶ゃぶりの企画は、まあ、すますまだからできたんじゃないかなっていう風には僕は、うん、思えるんですけど、これ他だったらきついですよね。完全にドッキリカメラに近いですもんね。 いいいやいやいやまああのねえ慎吾のふとした発言によりあのー、本当にリスナーのみんなからも現場に来てくれるファンの皆さんからもあの DVD 化の予定は本当にあるんですかないんですか是非そうしてくださいっていう声がすごく多いのは事実なんですけどまあでもねあれを DVD にするっていうのもちょっとなんかこううん。 <laughs> どうなのっていう部分はありますよね。どうせ DVD にするんだったらもうなんかガチでもうスタッフなんて一切連れてかないで本当に5人だけで行ったらどうだっていうふうに僕は思うんですけどね。うんまあそんなことはできるのかな。